みーたんチャンネル。みなさんこんにちは、みーたんです。今日も一日お疲れ様です。実はですね、私髪の毛を切ったんですよ。気づきます？下の毛はそんなに短くなってないんですけど、前髪がねめちゃくちゃ短くなったの。いつも私前髪巻いてるんですけど、これ巻いたらねオンムになっちゃうぐらい本当に短くてシュッてしてるんで、ワックスクリームつけて散らしてるんですけど、どうですか？でも私髪の毛すごい早く伸びちゃうので、まっすぐ伸びるしいっかと思って、今だけとっても前髪の短い私でございます。髪の毛切ったといえばなんですけど、特に男性の皆さんは女の子のそういう些細な変化ぜひ気づいてあげてくださいね。女の子はねやっぱりそういうのに気づいてもらえるととってもとっても嬉しいので、ぜひ気づいてあげてください。ちなみに私の今回の髪の毛切った時なんですけど、先週の木曜日ぐらいに切って、で次の日会社あったんで出社したんですけど、誰にも気づいて終われなかったよ。まあ人生そんなもんですよね。前の日に髪の毛今日切るんですって言ってた方は気づいてくれて、まあ、髪の毛そんな短くなってないけど前髪めっちゃ切ったねって分かってくれたんですけど、他の方は気づいてくれませんでした。気づいてくれてる人もいるかもしれないんですけど、特にそういう会話はなく何も言われないとなんだか寂しい気持ちになりますよね。なので特に男性の皆さんはお友達とか彼女とか奥さんとか大切な方の些細な変化もぜひ気づいて褒めてあげてください。とってもとっても女の子嬉しいので、ぜひぜひお願いします。でも今日はその髪の毛の話をしたかったわけではなくてですね、なんと質問コーナーをやってみたいなと思います。 YouTube 始めてもう1ヶ月経ったので、この機会にずっとやってみたかった質問コーナーをやろうかなと思いまして、今回は質問を募集する動画を撮っております。なのでこの動画のコメント欄に皆さん気になることがあったら何でも質問してもらえればなと思います。私の普段のご飯とかお洋服とか化粧とかそういうのでもいいし、まあ何でもライフスタイルとかそれじゃなくても何でも何でも気になることがあったら下にコメントお待ちしてます。この動画を載せた4日5日後ぐらいには質問答える動画撮ろうかなと思ってるので、それまで皆さん質問してもらえればなと思います。いっぱい質問来るといいな。本当に本当にめちゃくちゃ前髪短いですねこれ。今日は質問募集動画ということで、次の動画楽しみに待っててもらえればなと思います。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。次の質問答えるよう動画のために皆さんよかったらチャンネル登録とグッドボタンもお待ちしてます。それでは次の動画楽しみにしてくださいね。またね、おやすみなさい。